プリンストン市にあるマーサー軍庁舎2007年撮影マーサー軍はアメリカ合衆国ウェストバージニア州の南部に位置する軍である2010年国勢調査での人口は62,264人であり2000年の62,980人から1.1%減少した軍庁所在地はプリンストン市であり同軍で人口最大の都市は ブルーフィールド市である。マーサー軍はじめに、バージニア州、ジャイルズ軍とテイズウェル軍の一部を合わせ、1837年3月17日のバージニア州法で設立された。マーサー軍は、バージニア州にもまたがるブルーフィールド小都市圏に属しており、その都市圏人口は10万7578人、小都市圏として国内第33位である。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は421平方マイルであり、このうち陸地420平方マイル、水域は0平方マイルで、水域率は0.06%である。現在、週間高速道路77号線の一部になっている、ウェストバージニアタンパイクは、軍内プリンストンから始まっている。以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。マーサー軍は7つの機関によって守られている。5つの機関は法人化された地域を守っているが、非法人化地域の守りは、軍保安官部の責任である。マーサー軍保安官部には30人の警官と多くの文民コインがいる。その中にはいくつか特殊任務の部隊もある。ウェストバージニア州警察のプリンストン支部と、ハイウェイパトロールのターンパイク支部もある。 マーサー郡公共教育学区には小学校19校、中学校6校、高校4校が入っている。マーサー郡技術教育センターもあり、現在包括的工業高校に転換を進めている。児童生徒数は約9200人である。教職員数は約1200人である。高等教育機関として、ブルーフィールドにある、ブルーフィールド州立カレッジ、アセンズにある、 コンコード大学、プリンストンにあるニューリバーコミュニティ、高科カレッジがある。ありがとうございます。